鉱山文化、鉱山文化、鉱山文化は、中華人民共和国家北省北部から、内モンゴル自治区東南部、遼寧省西部に、紀元前4700年頃引く、紀元前2900年頃に存在した、新石器時代の文化。万里の頂上より、北方、縁山山脈の北から、遼河支流の西遼河上流付近にかけて広がり、農業を主とした文化で、 竜などをかたどった翡翠などの玉から、現在の中国につながる文化や宗教の存在の可能性が考えられている。鉱山文化の名は、内モンゴル自治区のレッドパイク市で発見された、鉱山後、鉱山後、本山保遺跡に由来する。1908年、万毛調査を行っていた、考古学者の鳥居隆造が発見し、1935年に浜田工作。 浜田清涼や水野清一らにより大規模な調査が行われた。戦後各地で発掘が相次ぎ、斎藤と採石期に特徴を付けられる。この文化は1954年、鉱山後にちなんで、鉱山文化と命名されている。鉱山文化の主な遺跡は、西陵河上流の支流、水及び土川の流域に広がっている。その年代は、現在から5000年以上遡り、 南の郊外流域の行商文化の中期及び晩期に相当する。発見された石器は、打製石器、魔性石器、採石器などであり、そのほとんどは、農具で、石子、石里、石きなどのスキ類が多い。鉱山文化の陶器は、電子作れない陶及び、強さ配当の二種類に分けられる。泥で作り筆で付けした、は、煮や食事などに使われ、 文様が刻まれた教冊配当は食事の盛り付けなどに使わた。その他の陶器では妊婦をかたどった郷像が各地から出土している。鉱山文化では行商文化のような斎藤文化は発達しなかったが、辰山文化の黒陶の洗練された造形には近いものがある。また、後期の遺跡からは聖堂の管も発見されている。鉱山文化では農業が主で、 家畜を飼育しての畜産も発達しており豚や羊が飼われた。一方では、飼料や採集などで野生動物を飼ったり野草を取ったりすることもあった。鉱山文化の墳墓からは、翡翠などの石を掘って動物などの形にした装飾品が多く出土している。豚、虎、鳥のほか、竜を刻んだものも見つかっている。工芸の水準は高く、 鉱山文化の大きな特徴となっている。井の竜、通論、または玉井の竜、有通論と呼ばれる鉱山文化の玉竜、竜を掘った玉の造形は単純であり、竜が円形になっているものが多いが、後期になると万竜、門竜などの区別がはっきりとしてくる。考古学者の中には、後に中原で始まった竜への崇拝は鉱山文化にその源を発するという見方もある。 1983年に、両寧省、両源一から立て平良県にかけての広い範囲で、発見された牛川両遺跡、牛が、両遺跡、ニーイーラチョンからは、鉱山文化と関わりの深い祭祀施設が、発見されている。5平方キロメートルに及ぶ広い範囲に石を積んで、作られた墳墓や祭壇が整然と分布している。また石の床と彩色を,を施された壁のあった神殿が、 見つかり、目が翡翠でできた陶製の女性陶像が発見された。ここから、女神病と呼ばれることになった。発掘の過程で、地下1メートルから、祭祀の場や祭壇、壁画、ケアン、石塚が発見された。女神病の中には、人間の3倍近い大きさの陶製の像が並んでいた。これらの像はおそらく神像であるが、現在の中国文化では類を見ないものである。 牛川寮で発見された記念碑的な建築物の存在、また様々な土地との交易の証拠から、この時期には、戦死時代の主張国、王国があったと考えられる。女神病では、斎藤も発見されている。付近の60以上の墳球墓も発掘が行われたが、これらは死を組んで石室が作られ、その上に粒手をかぶせて、塚が作られており、 中から玉などの遺物も発見されている。近くの2カ所の丘の上には、毛案が発見され、その近くには、石灰岩を段々に積み上げて作った円墳や、興粉もある。これらの墳丘墓の中からは、竜や亀の彫刻が発見された。鉱山文化では、生贄が捧げられたという指摘もある。行商文化初期の遺跡から発見された遺物が、語るように、 鉱山文化の遺跡からも、初期の風水の証拠とされるものが見つかっている。牛川陵遺跡など、鉱山文化の最祀遺跡に見られる円形や方形は、天然地方の宇宙観が、すでに存在していたことを示唆している。すでに、長江流域から新石器時代の独自の文化、長江文明が発見されて、高河文明中心の中国史に一石が投じられているが、 黄河から北へ離れた東北、満州の両河流域の地からも中国の精神文化つながる文明が発見されたことは大きな反響を呼んだ。この後も両河流域から交流保文化などの新石器文化が発見されている。両河流域の文化は郊河流域の文化などとともに中華文明へと合流しという評価がなされており、そのつながりを探る研究もなされている。 当時中国本土から離れた両河流域に、シナチベット語族の民族が存在したのかを疑い、鉱山文化はむしろ、アルタイ諸語の民族の中、モンゴル諸語の外なる言語や、ワイハク語の外なる言語を話した紅い文化と中華文明との関連性はまだ証明されていないという中国人学者もある。2015年1月に、 合衆国科学アカデミー企業に発表された中国科学院のシャッピング・ヤン合衆国ニューメキシコ大学のルイエイ・スカデリーと彼らの共同研究者による内モンゴル自治区東部の今与したちかつ砂地帯の堆積物の検討によれば従来は過去100万年にわたって砂漠であったと考えられていた同地帯は12000万年前頃から4000年前頃までは豊かな水資源に恵まれており 深い古将軍や森林が存在したが、約4200年前頃から始まった気候変動により砂漠化した。このために約4000年前頃から鉱山文化の人々が南方へ移住し、後の中国文化へと発達した可能性が指摘されている。韓国の研究家は、満州にあった富裕がコークリヤクダラなどを建国したという伝承に鉱山文化を関連づけている。 古朝鮮文明と、龍河文明を同じと考え、古朝鮮が、龍河文明を通じ中国文明を築いたという説も、唱えられている。海外の史観では、鉱山文化の土器が、中国大陸のものより、韓国の屈指分土器ともっと似ているという主張もある。2007年、関温度高城群と全田南道霊水市には、鉱山文化の玉石と同じ形の玉石が、 発見されており、紀元全6000のものである。なお、鉱山文化時代の個人骨の Y 染色体、ハプログループ分析によると、ウラル系所属やヤクート人に高頻度で観察される。ハプログループ N が67%の高頻度で観察され、両画文明の担い手が、ウラル語族の言語を話していた可能性も考えられる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。